皆さんこんばんは。マウント&ブレードワーマンド2やっていきたいと思います。いやーこんばんはとか言ってますけどね、まあ寝起きなんですよね。喉の調子が良くないです。で前回ですね、デルゼルト倒したら、将校が全部いなくなったのかわかんないですけど、滅亡しました。ウランジアが。そうしたらですね、なんか知んないけどバタニアの領土になるっていうね、このふざけた奴らを今度ね、締めていかないといけないなというとこなんですけども、やっぱそう考えると、徐々にやっぱ城はね、取っていってた方がいいのかなと、思います。なので一旦、そうね、オクズホール取るの大変なんですよ。あれはね、本当に最後でいいと思う。なので、こっちの方行こうか。ホンガード城がまだなぜかね、落とされてないっていうね、不思議な状態なので、いたね、カラドグの軍。あれカラドグやったら終わるんじゃねえか？囲う気かな、ロバート。はい、囲いました。待ってましょう。ちょっと敵の戦力だけ把握してね。歩兵484。騎兵42、遠距離45、意外と少ないですね、やっぱ。あいつ切っちゃえば、終わるんじゃね？さあ、どうなるかな？落としに来るか。みんな HP 回復してんね。よし。160か、もうちょっと補充したいとこだけどね、ちょっと厳しいかな。アルダはレベルが上がった。なんか上がってる？気のせいか。さあ、落とすかな？これ立てたね。食料がなくなったとこ狙っちゃいましょうか。573って結構きついよね。歩兵がいっぱいいるけど。まあでもなんとかなるんじゃないか。HP それまでにがっつり回復してもらってね。もう部隊の士気100ですからね。いくらでも待ちますよ。お金はある。食料もある。ああ、やり始めた。ああ、減ってる。減ってますね。いいよ、取った瞬間に。落とすから。君たちがロバート落とした瞬間に私は襲いかかるから。おい。さあ、ロバートを落としてくれたわけですね。敵は4部隊ですね。さすがにカラドグいますね。ロバートを落とされた恨みを晴らさせてもらいたいところだ。どこで構えるかな。平地の方がいいか、見やすいところの方がいいか。そこだ。隊形指示、シールドウォール。馬部隊は向こうに待機だ。弓騎兵いないか。さあ持ち場につけ。まだだ。もうちょっと前出とこうか。そろそろいいかな。撃て。いいよ、来る敵来る敵。あぶね。もう前から狙ってきたよ。行け、突撃しろ。うら、
うん。ふい。ふい。やばい。後ろに回り込まれる。削れ削れ削れ。うら。うん。うら。後悔させてやる。いけ。うん。やるじゃねえか。なかなかにガードが硬いね。ほい。うん。着実に削っていくぞ。弓部隊に近づ、使い寄らせるな。ほい。ほい。うん。そう、振って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 。ほら、いけ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 。鉄壁の守りを見せるんだ。何うろちょろ歩いてんだ、うら。うん。行くぞ。うら。行け。油断してはならない。しばらくシールドボールよ。耐えてて耐えて。私がその間に敵を削るから。うい。うん。やろうすか。よしよし、耐えろ耐えろ耐えろ。削ったがおよそ。ふい。オッケー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 。まだいるか。倒せ。うん。激しい連続攻撃。やらせるかよ。オッケー。もういい、気にするな。うん。ふい。このバタニアさん、落ちそうなんだよな。ホースマン、ついてこい。結構やられたんじゃない、馬部隊。馬部隊、ついてこい。うん。さあ行くぞ。ういや。追っ立てていくよ。うい。さて。うん。刈り取らせていただく。さあ、体食よ。君をやっても滅亡しないかもしれないが、ロバートを取った代償は君の命でな。将校逃げてんのかな、ん中に。いいね、すげえ追い立ててる。7人もやられてしまった。エルジョン捕獲。コレイン捕獲。ガラドグいるじゃないですか。貴族の若者。バイク戦士。今なんかすげえ追加した気がする。捕虜じゃないの追加したな、今。ま、君は最後だよ。うら。うらい。君もだ。さらばガラドグ。ダメだ。カラドグがいなくなったところで、奴らは生きているということだな。舞台何人いる？若干多い感じだね。若干多い感じなら、多分大丈夫じゃない？すぐ入っちゃえば。あ、すぐ入れねえわ。ちょっと落とす必要があるね。そうすると、槍民兵ちょっと減らす？それどう？まだ大丈夫？いや、まだ大丈夫じゃないでしょ。194から16抜かなきゃいけないでしょ？槍の方々はちょっと申し訳ないね。
あれ、どこ行った？槍の方々は減らさないとね。これでもまだちょっと多いぐらいじゃない？このぐらいどう？入るでしょ。あ、そっか、囚人か。囚人も邪魔だね。志願兵削るでしょ。士族戦士削るでしょ。これ削っちゃうでしょ。あとは、志願兵みたいにいないのか。木こり削って。まあ、全然じゃん。これ削るでしょ。略奪者も削っちゃうか。これ削って、槍民兵、これ削って。ここら辺も削っちゃうか。アセライもいるね。これ削って、赤兵削って、従者削って。で、歩兵も削るでしょ。これも削って、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 削って。めっちゃ削ってる気がするけど、ダメこれで。全然じゃん。ちょっとアセライ系削るか。バタニア聖騎戦士削っちゃう。もうこれもいいや。大間さんお腹いっぱい。あと適当に、これでいいや。はーい。落としますよー。よし。すぐに落とすから。オマンファード城が、右下の方ですね。まあ、7ならそのままやっちゃっていいでしょう。突撃するよ、すぐ。あ、バタニアに加盟したとか言ってんね。やってくれるじゃないの。さて、じゃあもう私はもう眺めてるだけでいいですね。突撃しろ、皆の者。さあ、7人しかいないですからね。もうこれは無理ですよ。どのような戦いになるのか、ちょっと遠くから見させていただきましょう。ああ、いますね。ついてますね。もう逃げた方がいいと思うけどね、俺的には。逃げるも何もないのかも。はい、全軍突撃しよう。ほら。撃たれていく。はい、はしごかけて。もう余裕ですよ、あそこ。あそこ登って入った瞬間、終わりよ。ねえ。さあ、どうなることでしょう。多分無理でしょう。さあ、登って登って。一瞬にして敵を撃滅してくれますからね。本来指揮官とはこういうものですよ。ああ、登ってる登ってる。もう余裕で到着よ。城壁壊れるとあそこら辺壊れんのかな。これ穴ぼっこし開いちゃうのかもしんないね。ほら、あの右のところさ、いかにもなさ、あそこら辺とか開いちゃうんじゃない？もしかして。ロバートいただき。さて、ロバートいただいたので、捕虜入れてもしょうがねえよな。ちょっと一旦あれだな。このままにして、まあ、戦利品もあってもしょうがないんだけど、ここに、町を管理するで、統治者。治安大丈夫なんだな。城や防護を建築する速度上昇か。セムノン。頼んだ。駐留部隊で、
これは置いときましょう。とりあえずこんなもんかな。で、あとは、酒場で、武装商人を雇って、これもまた入れときましょう。はい。まあ、いないよりは抑止力になるだろうからね。で、取引っつっても多分お金ないでしょう。ある？あ、2万6000ある。買い物してんのかね？じゃあ、相当。まあ、交易商とかもいるからね。お金はどっかで回ってんでしょうけどね。蓄えちゃってるからね、こっちが。はい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 。やべえジャベリンがあるけど、なにこれ。なに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 、こんなジャベリン俺聞いたことないけど。ちょっと待って。なんでそんな値段してんの？めっちゃ高くないですか、それ。え、おかしいな。俺見たことないな、そんなの。どこに売ってんのよ、それ。ダメージ60だよ、簡素なジャベリンで。何これ、101って。ちょっとちょっと。これやべえな。1個欲しいけど、ないよね。え？盾捨てる？盾捨てちゃ終わりだよな。片手を乗せるか。背中守り用だよね、もうね。マジか。何そんな良いもんあんの？ちょっと投げてみたいですね。これはまあヘルメットとかいいでしょう。28でしょ？大丈夫でしょ、みんな。もうそれ以上のものつけちゃってるから、君たち。誰かない？いやーもうねえわ、マジで。街灯部分もないかい。でもこれが限界だもんね。あ、でも。はい。やっぱ別のとこで買ってこないとダメかな。もうギリギリ。生活していくのが。2万6000。よし。お前もだ。ほんだそのバカにしたように。あ、で、こっちだな。囲ってるやついるよね。あれ、囲うのやめたのか？あ、囲うのやめたっぽいですね。で、あいつ囲う落とすんでしょ？バカだな。お互いに何を言っていいのかわからない。これは戦争だ。バカですね、まったく。城囲ったらすぐ来るに決まってるじゃないですか。しかも何これ、5本持てるぞ。ちょっと投げてみてな、一発。これ相当威力高いと思ってんだよね。40違うもん。40違うとやって、これ当てんの無理だよな。的になるよね、これね。危ねえ。危ない危ない。的になっちゃう、的になっちゃう。うん。はぁ、やべえ。103。人形師103。威力めっちゃ高えわ。適当に投げろ。うい。これ味方に当たったもやべえかもしんねえ。うらよ。97。うん。そういけ。痛い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 。ヒドンハンド。ああ、突撃突撃突撃。うい。隠されたポーン。ほい。うん。当たってねえ。ほい。うん。あ、ちょっと待って、両手の、
両手の武器がなくね。これ片手だよね。外すの間違ってんね、ちょっと。よし、捕まったな。au。やべえ、ファルクスとかが入ってる。ウランジャの身辺までいるよ。まあ、いっか。貴族戦士。バイク戦士。若者。さらばだ。新兵、農民、これ、これ。隠されたポーンとかいらないでしょ。どう？あ、いいね。ちょっと待ってね。これ、片手武器残ってるよね。武器、武器、武器、武器。あっぶね。愛用してた武器がなくなっちゃうとこだったよ。イエス。さあ、この後どうするかだけど、やっぱブラペントの方取りに行きたいよね。さあ、ちょっとこっちの方取りに行っちゃうか。あの端っこ取りに行くか。ドラバンド行っちゃう？で、今日終わりでいいんじゃね？誰よ、入りたいの。若者よ。あしら弓兵。どうぞどうぞ。集め回ってますね。まあ、ある程度集まってから叩き潰すとかね。いいと思うんですよ。いやー、分け与えてもいいんだけど。まあまあまあ、そこら辺はね、包囲してから考えましょうよ。ここどうだろうね。ああ、でっかいバリスタつく。バリスタで壊されんのかな。あのね、城の方が意外とね、あれですよね。ちょっと入れといてあげるか。あの、透析器みたいなものがなければ多分大丈夫なんだよね。バリスタじゃ多分大丈夫じゃない？あ、ロバートが囲われてるって。ちょっと急がないとね。またロバート取られちゃえよ。ちょっと補充しとくか。レベルもみんな上げていかないとね。あ、バリスタだけじゃ多分落ちないな。うん、多分城壁ここら辺壊れんだろうね。バコバコ。それをこれで壊すんだろうね。おい、ちょっと待って。バタニアの連中がもうどん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 こうね、やってくるよね。やはり将校を減らした方が一番いいですよね。さあ、行くぞ。突破する。我は突破する。よし。OK。ほい。ティア。さあ、いい感じにダメージ与えていくよ。で、途中である程度届きそうになったら、うちの兵隊、歩兵部隊。こっちに追従してくれって命令出しますからね。ほい。ああ、撃ってんね。この野郎。ダメか。ほらよ。もうちょっと上か。この辺。全然。ここ。あ、どんどん上行っちゃった。あんな高価なもんがあそこに刺さってるわ。まあ、うちの弓部隊がね、しっかりと狙ってくれてますんで、大丈夫でしょう。
真下打ってくりゃ、あ、でも真下打とうとするとね、体乗り出しちゃうからね、狙われんだろうね。怖いよね。あんな飛んできてんだもん。あ、来てんね。まだ歩兵大丈夫かな？さあ、ついてこい。はいはいはい、歩兵部隊よ。どうしたの？諦めたの？おーおーおー、ぶれ！なんてやろうだ、お前。心の声が聞こえたのか。急にいきなしこう、フェイントかけてきてたよね。何も狙ってねえな、ことして、こう、いきなしね、狙ってきたよね、こっちをね。あ、帝国やられたな。負傷で済んでないよね、多分ね。ドクロマークついてた気がするんだけど、今。白ドクロだからセーフかな？ん？赤ドクロだったか。行くぞ。行け。ガンガン行こう、ガンガン行こう。あれ、硬くね？おい。え、なんか食らったぞ、今。あー、なに？上！ほら見て、ほら上狙えるようになってる。あー、よく考えられてますね。油落とせばいいのにって思っちゃうよね。あー、石ころ、あい！うわ、潰された。無ろ。いて。うら。うん。ほら、持ち場離れていいのかな？うん。全部突入しろ。逃がすな。皆殺しだ。通すんじゃねえ。うん。可能な限り。うら。逃がすかよ。って返すわけねえだろ、うわ。うん。逃がしてたまるか。ちくしょう、こういう時に投げ物があれば。いけ。ああ、いいね。どんどんもう。ああ、いけ。ほい。安らかに眠りな。なんか綺麗なお顔になっちゃって。もう目がパッチリしてたわ。うん。一撃食らえ、ほら。命を刈り取れ。うい。押せ、押し込め。もう何が起きてるか分かんないけど。あー、もうすごいことになってる。我々の勝利だ。落ち着け、皆の者。よーし、落ちたな。いいね。着実に揃っていってます。種族戦士に投げといてあげるか。フランジア新兵も正規兵に。貴族の若者。捕虜、あ、また増えてるわ。まずここら辺削ります。これも削っちゃう。ここら辺削っちゃう。バイアリーグいるね。どう？いいね。減った。はい。ということで、とりあえず今回は、ここまでにしたいと思います。今現在ですね、ロバート、オマーンファードが、陣をこう作られている段階ですね。なので、まずはロバートを守りに行きつつ、オマーンファードに向かうような形をして、で、そうね、もうカレウス城の方とかやりに行っちゃうからね、もうね。本来こっちの方を取りたいんですよね。
取りたいけど、ちょっとね、狙ってくるんで、ここら辺を。オスティカンはもうしばらく狙われないんじゃない？多分ね、結構長く、バリックがホンガードにいるんだよね。アルダはオスティカンにいるんでね。バリックにロバート任してあげたいよね。でもロバート落ちやすいよな。こっちの方が城壁硬そうだもんだって、ほら。これ木だよ、木。こっちなんてほらもう、石造りじゃん。だからオックスホールもね、そのレベルだよね。ここ若干やばいよね。プラペンド。まあ、そんな感じでね、ちょっとね、攻め込まれて、まあ、おびき寄せるんだよね。おびき寄せても逃がさないように来て、ロバートに来たやつはもうやっちまうみたいな感じだよね。オーマンファードはまあ取られたら取られたでしょうがないと。ただこっちのドラバンド城、こっちの方取ってるんで、まあ今度、プラベンド取ったり、こうベレクサンド取ったりね。して徐々にね、領地の拡大はしていきたいなと思います。まあ最悪ね、全員将校やっちまえばね、こう多分全て自分の領土になるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱね、自力でもこうね、取って、私の旗色にやっていきたいのもありますのでね、城の方は継続して取り続けていきたいなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。